わかりましたか？今日は東山本地域子育て支援センターよりおひなさんの簡単な制作を紹介したいと思います。ぜひ作ってね。どうですか？上手にできましたか？子どもの手の加わった作品はどんなのでもすごく可愛くできるので、またぜひ作ってみてください。支援センターではこういう季節の簡単な飾りとか手作りおもちゃとかの紹介もしているので、ぜひ遊びに来てください。イエーイ